来週、ね、ビーズが再始動だって。再始動。ちょっと休んでたの？ですね。あ、そうか。みたいですね。あとはなんだ。あゆリンゴが、宇多田ヒカルをカバー。へー。ああ、そうなの？ええ。ビーズ。ビーズの歌は。ビーズ。ビーズはどうだろうな。何がいいんだろうな。好きな歌。何ですか？最近の曲あんま知らないな。やっぱ昔のやつはよく知ってるけどな。ウルトラソウルとかより前ですか？ウルトラソウル、でも俺が、ウルトラソウルが俺の中で最新曲ぐらいだね。ビーズ。ああ、じゃあ結構止まってますね、やっぱね。結構止まってる。なんか、ね、あったよね、なんだっけ。どこら辺の時代ですか、それは。あ、うん、うんこが、うんこが出るよみたいなのなんかあなかったなんかすごい。いやいやさっぱりするやつ。いや、歌い方はそんな。うんこが出るよみたいな。いや、そんな歌ないですよ、うんこ。へぇへぇへかいみたいな。うんこが出ると思ったら、へへみたいな。ああ、ありましたね。ありましたね。うんこ関係ですけどね。何それ何それ何だっけ、エンジェルじゃないですか、それなんか。うんこが出ると、思ったら、最低かよ。いや、最低ですよ、そんな詩。あと、なんだっけ、なんか、ラブファントムって何？ああ、いらない、何も、じゃないですか。じゃあ、やらねえよ。いやいや、そういうことじゃなくて。俺、別に今、有吉さんに意見したわけじゃないですよ。いらない、何も、バカか。何がですか。何言ってんだよ、お前。